はい、どうも、朝です。埼玉スーパーアリーナ、ですね、まあなんというか、まあなんというかあれですよ、広いですね、広いです。とにかく本当埼玉広いな大きいなと、まあ埼玉出身の僕としてもですね、まあ非常になんというか、まあなんというかあれです、あれだよ、あれ、あれです、あれでした。はい、まあそんなわけでですね、吉原ラメント歌う版歌い手版2枚ともですね、好評発売中ですので、朝さんのこといいなって思った人はですね、あのぜひとも、CD をですね購入してください。よろしくお願いします。朝でした。ヘルピーです。埼玉スーパーアリーナ、僕は、ですね、2回目の、出演だったんですが、相変わらずですね、とても緊張はしたんですが、相変わらずとても楽しかったです。ね、ありがとうございました。ヘルピーでした。埼玉玉大成功、埼玉玉大成功、お、埼玉玉、埼玉玉玉玉玉、埼玉玉。深さんです。ETA、SSA、すごい楽しかったです。緊張もしたけど楽しかったです。ありがとうございました。本当に楽しかったです。タイムアップ、タイムアップ、あ、これ今日やってないんか。お疲れ様でした。埼玉スーパーアリーナありがとうございました。帰り気部屋です。埼玉最高、最高。どうも、カインです。埼玉スーパーアリーナでリコーダーを吹くという、なんか偉業を成し遂げました。本当に楽しいライブができて本当に良かったです。これからも頑張ります。 BT 最高、ありがとうございました。グラントネスです。埼玉スーパーアリーナ、すごい大きいステージでしたが、皆さんのおかげですごい楽しむことができました。ありがとうございました。グルタミンです。今日は本当に埼玉でみんなの前で、なんか本当にこんなみんなの前ですごくたくさんの歌を歌わさせていただけることができて、本当にあの感動の境地を、すごく I'm up、今日は終わってないからね。ありがとうございました。またやるんで来てください。来年も埼玉で会いましょう。じゃあね。ETA 埼玉、8月3日ということでですね、とっても楽しかったです。また、皆さんぜひ、思い出を残しに来てください。お待ちしてます。あ、クルネコでした。バイバイ。あ、コスモです。今回は市内を振り回して遊びました。楽しかったです。どうもありがとうございました。ジップスと言います。今日は楽しかったぞ。いや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 、ジミーさんフィーでございますけれども、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。非常にあの楽しいイベントで、もしまた埼玉スーパーアリーナでやることがあればぜひ出たいなと思いますので、関係者の皆さんぜひよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。シンです。お疲れ様でした。ダサい玉って言ってすいませんでした。めっちゃかっこよかったです。皆さんありがとうございました。ソラです。スズムです。二人合わせてせーの、ソラリズムです。いや、今日は本当に楽しかったね。うん、楽しかったね。また出ます。イエーイ。ソラリさんがすいませんでした。ありがとうございました。どうも、チョチョピーです。皆さん埼玉どうでしたでしょうか。みんな楽しんで帰ってくれてたら僕たちもとても嬉しいです。いただきます。ありがとうございました。バイバイ。はい、皆さんこんにちは、デッドボール P です。皆さんはね、人生の転機というものをご存知でしょうか。私は今ちょうどその人生の転機に差し掛かっているところでございますが、本当にね、今日という日のおかげでいろいろ未来が見えてきて、生きる希望につながりました。今日はね、本当ライブが終わった瞬間ね、いろんな支えてくれた人たちね、ファンの子 なんだけどね、ファンのいろんなファンの子たちの顔が見えて、本当に嬉しかったです。ありがとうございました。埼玉スーパーアリーナ、本当に本当誰だお前。本当に最高に楽しかったです。ありがとうございました。僕の出番はですね、結構終盤だったので、皆さんちょっと疲れてるかなと思ったんですけど、でもそれを感じさせないぐらいみんなたくさん声を出して歌ってくれて、すごく楽しかったです。本当にありがとうございました。どうも、ネメシスで埼玉スーパーアリーナ、すごかったです。感動しました。ありがとうございます。
ライブの感想ですよね。いや超楽しかったです。もう本当に何だろう、すごいな、史上最強から史上最強へ、なんだっけ、あのキャッチフレーズすごかったもう最高です。おはようございます、バリピーと申しますけれども、埼玉という地にはですね、いかなるパワーが眠っているものかと、私ピラミッドパワーにですね、この三角形の入れ物の中にステージの端っこの方にですね、夢と希望を入れておりましたらですね、なんと皆様の力でですね、今日一日が目いっぱい目いっぱい幸福で素敵な素晴らしい、とてつもなく素晴らしい一日になったという、そんなパワーを得ることができました。これぞひとえに2015年間の人類のすべての、2014年間の全ての人類の歴史において今日一日が異世界最高の日であることを皆様に保証したいと思います。ありがとうございました。ワリピーでした。お疲れ様です。マジコです。埼玉スーパーアリーナ、極寒じゃねえや、なんだっけ、極暑の中、おいでくださいまして誠にありがとうございました。とても楽しかったです、本当に。お疲れ様です、松下です。今日はですね、ライブに音ゲーもうね、いろいろね楽しませていただいて、皆さんも楽しかったでしょうか。音ゲーポップミュージック、ですね、あの私松下のキャラを使ってプレイできたり、ポプカというねカードに、私松下とグルダミさんカードになっております。ぜひぜひそちらをねゲットしたり、音ゲーしたり、女子の皆さんも音ゲーしましょう。ということで松下でした。お疲れ様でした。どうもマハマです。今日は久しぶりの ETA 埼玉スーパーアリーナ、初めてこんな大きな会場に参加させていただいて、もう本当にうるさい本当に ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。またそういうことで、まんまめでした。ありがとうございました。ミキトピーです。感無量、ありがとう。ライルです。初めての ETA ということで緊張しましたが、とても楽しかったです。ありがとうございました。埼玉スーパーアリーナライブの後に飲むリアルゴールドは最高だぜ。リブでした。自分の中で、節目になるなと、思っていたライブだったんですが、皆さん本当に元気で、またこの埼玉でやることができてよかったなと、改めて今スズムを眺めながら思っております。スズムは今ですね、ジョージアのですね、エメマンとですね、コクノビとヨーロピアンをですね、お買い上げになり、そのままどちらに行くんですかね、ミキトピーのところに行きました。ということで、リョウ君でした。またどこかでお会いしましょう。お疲れ様でした。はい、どうもレコグです。今回は、諸事情により1曲しか歌うことができませんでした。次回はもし呼んでいただけるのであれば2曲以上を歌わせていただきたいと思います。埼玉楽しんでいただけたら幸いです。ありがとうございました。おはようです。埼玉スーパーアリーナすごい楽しかったです。ありがとうございました。
いい子ってなんだろう。グッドスクールガール、ファーストアルバム、トゥルース、10月1日リリース。